源泉靴掛け温泉は、長野県小さが田群青木村にある温泉。高血圧、消化器病、皮膚病、神経痛、筋肉痛、慢性関節リウマチ、糖尿病、呼吸器疾患、不妊症、外傷、高年期障害、卵巣機能不全、肩こり、腰痛、中部など。共同浴場横の洗い場かみ見けの最6の標高六百七十メートルの、 山あいの静かな環境の中、くつかけ川右岸の坂を登った傍らにある、田山かたが愛したことで知られる。温泉地はこじんまりとしており、おもとや、角や、金なやの3軒の旅館があり、かつては125名の収容力があったが、角や旅館は日帰り温泉ふるさととなり、おもとや旅館は万山層としてリニューアルした。共同浴場は1軒、小倉の湯が存在する。 温泉が地域の生活に密着しており、温泉を利用した野菜などの洗い場が共同浴場の横にある。平家湯は平安時代と言われる。品の国寺として赴任していた、しげの親王が当地で岩病の当治を行ったという。かつては多くの旅館が立ち並び、江戸時代はかなり賑わったと伝えられるが、現在は衰退している。昔、寺屋親王が入島した際、 故郷である京都の小倉山に、靴掛け温泉の裏山が似ていることから、小倉の湯と名付けたと伝えられる。昭和45年3月24日、厚生省国時代65により、田沢温泉と共に、国民保養温泉地に指定。共同浴場は1998年に、改築された。2015年11月をもとや、旅館閉館。2016年4月23日、 万山草としてリニューアルをオープンした長泉町公式サイトありがとうございます。